こんにちは。ハワイ島コナじゃなくて、今日はなんとまた遠征してます。今週ね、サンクスギビングでちょっと売り出しが少ないんですよね。こちらはワイコロアのもっと先ですね。マウナラニリゾートの中というか、ゴルフコース沿いにございます。ゴルフコースビラ、マウナラニゴルフビラというところに来てございます。非常にラグジュアリーな素敵な、コンドミニアムです。タウンハウス風ですね。はい、今回の、売り出し物件はこちらでございます。非常にラグジュアリーで素敵です。ちょっと見ていきましょう。あとですね、こちらがガレージでございます。屋根付きのガレージ、このようにまるで戸建てのように使えますね。ちなみにこのチャリンコ2つ、ちょっとキュートなミントカラーのチャリンコですとか、こういったビーチグッズとかも、こういったものすべて販売に含まれるそうです。はい、でこちらが外観で、このようにガレージがねあるんですよ。屋根付きのガレージがね、しっかりとあるのが非常に、これもまた戸建て感覚で、いい感じですよね。とても静かなリゾートです。はい、こちらが、今回売り出しのユニットの前、玄関でございます。素敵なお部屋のポストです。でね、階段でこのように登っていく形なんですよね。ドアもゴージャスです。ちょっと上に登っていきます。はい、階段を上ってきますと床、美しいタイルです。そしてこちらがリビングエリア、明るくてとっても綺麗です。2005年築なんですが、ところどころリノベーションされてますね。まずキッチンから見ていきましょう。床このようにずっとタイル張りになっています。綺麗なでっかい冷蔵庫です。ただ残念ながらあれがついてません美しいこのね、角が丸くなっている、大理石のカウンタートップでございます。こちらのユニットは、短期バケレンで、ライセンスもすでに取得されていて、今非常に忙しく稼働しているユニットだそうです。どうしてもやりたくなっちゃうんですよね。ちょっと違うな。はい、こちらのオーブンですね、これも、新しくされているそうです。ダブルオーブンとピッカピカのレンジですね。そして電子レンジもブランニューだそうです。キッチンこのような感じ、ちょうどいい大きさでね、とても使いやすそうです。あんまりでかすぎるのもね。こちらが食洗機、それから流しがあって、カウンター沿いにリビングを見るとこのような感じになっています。とっても綺麗です。そしてですね、すべて家具付きでの販売だそうです。ちょっと素敵なね、ステージングだと思うんだけど、これ全部販売に含まれているそうです。こちらがダイニングスペースになっていて、あちらがキッチンと玄関、曲がってきた階段があの右手でございます。でね、あの高い天井とこのリビングルーム、ここがすごくね、開放感があって、すごいリラクシングな感じです。こういったものも全部販売に含まれています。2ベッド2バスなんですが、ちょっとおまけがあります。ちょっと後でご紹介しますね。はい、こちらがリビングエリアでございます。非常にね、ラグジュアリーな感じです。高い天井です。でね、今ラナイに出てきたところなんですけれども、ラ内にもね、このようにバーベキューセットがあって、
これもね確か新しいんですよね。ピッカピカです。これいい感じですね。であの先にねサンセットが見えるそうです。ゴルフコースとサンセットとこのビューが望めるユニットはとっても少ないそうです。こんな感じですね。すっごく静かです。こちらがラナイ。こうしたねラナイのあのアウトドアインテリアも、アウトドアインテリア何言ってるんだ、アウトドア家具、これもね全部販売に含まれるそうです。これねリビングの床はカーペットなんですよね。ただカーペット綺麗ですよ。ちょっとメインのベッドルームに行ってみます。ここがメインのベッドルームなんですが、すごい綺麗です。このような感じ、この天井のこのアクセントもすごい素敵ですね。ゴージャスな感じでございます。ここからのビューちょっと見てみましょうか。セントラルエアコンが効いててすごく涼しいです。快適です。いい感じですね。はい、今のベッドルームも反対側から、あの先にあれですね、バスルームがございます。ちょっと見ていきましょう。床タイルですね。ここは同じカーペットになってるんですが、ここのバスルームのエリアはタイルになっています。おお、バスタブ、はい、そしてウォークインシャワー、素敵ですね。このねドアはあの収納でした。こちらがバスルーム、ダブルシンクですね。このようにダブルシンクになっていて、綺麗な大理石、まあ素敵なコーラルね、こういうのおしゃれですよね。いろんなところにちょっとこういうの好きね、素敵な小物があります。おお、ここも好き。これちょっと素敵じゃないですか。個人的に好みです。まああの下はというとただのトイレなんですが綺麗なタイル張りになってございます。はい、こちらが、メインの、広いバスルームですね。ダブルシンクとウォークインシャワー、そしてジャグジー付きじゃないかなこれ。いや、ただのバスタブでした。はい、そしてこちらが先ほどのベッドルームです。逆側のベッドルームちょっと行ってみましょう。はい、今リビングにまた戻ってきたんですけれども、こういうのがね一つ一つすごいスタイリッシュで素敵ですね。こちら収納でした。こちらもこっちに行くと2つ目のベッドルームがございます。床はね同じくこのようにカーペットになってございます。ミラードクローゼットと、こういうタンスとかもあるのいいですね。これ全部ついてくるそうです。こちらが2つ目のベッドルームです。結構重厚感のあるヘッドボードと素敵なベッドです。クイーンサイズのベッドが入っています。はい、今のベッドルームを反対側から、すごい静かですね。お外のビューはこのような感じでございます。非常にねラグジュアリーな、ハワイ島のちょっとラグジュアリーリゾート感がたっぷりです。でね、これ2階に上がっていく階段があるんですけれども、その横がね、こちらが、バスルーム。ここも床はタイルになってございます。あ、バスタブついてますよ。ここにもバスタブがついています。綺麗なタイル張りです。
はい、こちらが2つ目のバスルームでございます。このダークな木とそれからこの大理石のカウンタートップが非常にゴージャスな感じです。でね、このさっきの階段、これをちょっと登っていきます。この階段の途中にあるこういうのもまたいちいちおしゃれですね。ここのあのバケレンの稼働率すごいようです。昨年ね300日ぐらい宿泊が入ってたそうです。ここのロフト部分なんですけれど、ここがねボーナスエリアで、もうリビング&ベッドルームなんですよね。あの十分に立てるというか、非常に天井が高くて、このようにめちゃくちゃ広いです。ゆったりとしたスペースがあって、応接セットですとか、これ高そう、非常にラグジュアリーな感じですね。こういった小物も素敵です。あの端にねちょっとしたワークスペースもあって、窓からのビューも素敵です。こちらがねロフト部分、ここがボーナスルームなんですよね。あの正面に見えるのがこれベッドなんですね。引っ張り出すと、あのこれキングサイズじゃないかな、ベッドになりますので、ここがもうほとんど3つ目のベッドルームといった感じ で使えそうですね。非常に綺麗でゴージャスです。上から見下ろしたラナイとリビングでございます。こちらですね、マウナラニゴルフビラというところでございます。月額の管理費は、若干というか、お高いんですが、1200ドル少々いたします。ペットは不可です。短期バケレンは、4日以上の宿泊で、可能です。こちらは2ベッド、2バスなんですが、このロフト部分が非常に広々として、ボーナススペースになってございます。ほとんど3つ目のベッドルームと言えるんではないでしょうか。はい、また1階に戻ってまいりました。こちらがですね、広さが、全部で136平米ございます。非常にゆったりとした作りで、ラナイにはバーベキューグリルもあって、もう完全なゴージャスなリゾートといった感じでございます。こちらがですね、2005年地区でございます。そこここリノベーションがされています。お値段がですね 1.25 ミリオン日本円ですと、およそ1億と8000万円での販売でございます。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。以上、マウナラニのリゾートからお届けいたしました。それではまた、チャンネル登録もぜひお願いします。